私司会務めさせていただきますチョロ松役上田圭介です。よろしくお願いします。はい、でちょっともう引きでももうこんな感じで撮られてるんですけど、はい、皆さんこんな感じで収録しております。ゆうすけ、この距離はナイスディスタンスノーディスタンスナイスディスタンス。おい、パッケージを用意してくな。自己紹介、自己紹介。はい、それネタにして大丈夫なんですか。はい、どうも高崎翔太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、金松役をやらせていただきました柏木祐介です。お願いします。お願いします、はい、はい、どうも市松役北村亮です。よろしくお願いします。お願いします。市松役の小沢蓮です。お願いします。はい、はい、トドマツヤカ赤澤ルトルです。今日のためにピンクを買ってきました。よろしくお願いします。うわ、いちいち言わないでいいことありがとうございます。翔太の顔見てみ、見てみ、見える見える見えないんじゃない。ちょうど真ん中に機材があって、遠いのよ、カメラで見えないのよ。俺からはみんな見えてるんだけど ね、 ね、だから亮太郎今日悪口言い放題よ。言い放題マジっすか翔太くん。今日は攻めてけ、近づけないからね。そう、近づけないから。終わったらお前あれだから、ね。いや、怖えな、怖えわ、怖えな。大事なことだけ言っていい？はい、はい、あの今日はですね、まあ一応これちゃんとね言っとかないとということで、本収録はですね、はい、キャストスタッフ一同ソーシャルディスタンスを保ちながら最小人数で行っておりますということで、ナイスディスタンス。そんなんだけど、これ大丈夫なんですか。ちょっとみんな久しぶりすぎてね。じゃあでも蓮はユウスケのこと久しぶりに見て思ったことあるらしいよ。いや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 、なんで俺はユウスケがゆうすけがおはようございますって入ってきて、なんて思ったの？おっちゃんが入ってきた。おい、いや、コロナ太りしてるんだよ。そうなんだよ。マジ太ったの？でも、大体そうでしょ。俺らの顔はじゃない。見てみろよ、シュッとしたやつらばっかり。ほんまやな。ほんまやな。ナイスです。ナイスです。はい、こんな感じでね、まあ楽しくワイワイやってまいりたいと思います。まあ一応テーマ用意してもらってるんで、これに沿ってやっていきましょうということでですね。まあ一応舞台おそ松さん3の公演の話をさせていただこうかなと思っております。行きましょうか。じゃあ最初のちょっと振り返りのお正月かな？お正月を見ながらちょっと喋っていきたいと思います。じゃあどうぞ。あれ、多分デートの誘いなんだと思う。ふざけんな、なんでおそ松兄さんだけ。しょうがないだろ、そういう段取りになってんだから。キョトコちゃんどうしたんだよ。こんな噛んでた。今ならもうできないよ。ね、あ、そうだよ。どうする、俺たちから近さ取ったら何もないもんね。団体芸だから。どうする、待て、財布取ってきます。最低だよな。いや、台本通りだ、ちげえわ。すごいね、いつ見たって新鮮にうざいもんな。かわいい、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 揃ってんのよ、ちゃんと稽古が見える。してないのにね、あんまり。そうなんだ、ほんとしてないよね。だいたい1回目の立ち稽古から会うもん。もう、なんだろうね、ミザンス決まってるもんね。決まってる。退治するってことだ。あれは。話が何も入ってこない。料金が可愛いな。動き先行型だから。いや、もうドキドキしちゃってこの時。思いっきりやってるから。ご主人。ご主人。これ確実に史上入ってますよね。ご主人。ご主人。ジェンのことペタペタ触ってるだけだよ。ちょっと喜劇の夜間の下りを思い出す。もう一つも聞こえないね、みんなの笑い声が。もう死んだ、もう死んだ。あ、来たよ、来た。そうだけど、鳥居をくぐったら、まず巫女さんが浜屋で誘おうとしてくるから。ダメだよ、ダメだよ。ご神父じゃないじゃん。よく戻れるね。よく戻れる。いや、ほんと、感謝した方がいいよ、ほんと。飽きたよ、涼太郎の見せ場。聞いて、そこで希釈を取れ、聞いて、そこで来たー、やろー、聞けよー、マジだろー。涼くんの顔が可愛い。大変で一番恥ずかしい。怒られてる、めっちゃ怒られてる。分かった、揉めたくない、揉めたくない。
これ和牛さんじゃないですか。和牛のさ漫才みんなで見たから、そうだから、そう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 、すぐ取り入れていくから。これしかも俺ミスったやつ使われてんだけど。ほら。ほら。本当だ。悪意だよ、エイベックスの。俺この公演しかミスってないのに。そんなことないよ、いっぱいミスってたよ。いやいや、そんなことない、いっぱいミスってたよ。だったら4ミスおい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 、もう二度とチョロマツやらんぞ。困るな。どういうシーンかも全然わかんない。いや、わかんないよ。ずっと怒られてる。これよくみんな声潰さなかった。本当だよね。そしたらいよいよ七福神の攻めました。かわいいな。来るぞ。止まった。あ、止まった、止まった。七福神来なかった。パパは出てこない。ギャラが発生しちゃうから。発生するか。してたまるか。寝ざるを得ないとこあるでしょ、多分。はい、まあ、というわけでね、振り返っていただいたんですけど、改めてどうですか、久々に見てみて。いやでもさ、うん、本当にこれ嘘なしで、うん、稽古初日にもうこのクオリティは出来上がってるもん。出来上がってた、ね、確かにね。怖かったもん、ちょっとすごいよね、うん、じゃあ立ち位置つこうかみたいにやってみようかで、大体なんかもうそれぞれのポジション行って始まってみたいな、うん、すごい。小野さんいらずだったもんね。それはないこういうやつがいるからいるのよ。小野さんが見ませんように。小野さんは絶対笑って見てくれる。どうだったね。レイ怒ってたね。いやいや、怒られてる方ですよ。怒ってたの、亮太郎なんで、どっちかっていうと。酸欠だから判断できなくなってるじゃん。もうしんどくなってきてる。どうだった、太郎。あれ、ああいう芝居したことなかったじゃん。いや、そうですね。うん、今までお粗末で結構こういうのがなかったから、うん、割と新鮮というか。そうだね。でもアニメだと結構切れてるトッティがいたりしたじゃないですか。うんうん、確かに。そこはすごいなんか、新しいね。でもあれもなんか割と台本じゃなかったじゃないですか。そうだね。そうだよね。あれもなんか途中ができたよね。そうです。あれ最初確かトドマツの普通の長台詞をトドマツが最初おとなしく聞いてたんですよ。翔太君。そうだね。おとなしくね。最初ね。なんかもう15公演目ぐらいから聞かなくなってきて。あれって本番中に変わってったんだっけ。いや、稽古中も大体聞いてなかった。やってたよ、徐々に。なんかそんな俺稽古でやんないことやんないもん。やるだろ。全然やるだろ。過去何回やったよ。いっぱいありましたよ。でもさ、太郎が3一番楽しかったっしょ。いや、うん、めっちゃ伸び伸び、なんかね、全然伸び伸び楽しかったっすよ。本読みから良かったもんね、うん、なんか重ねてってのあれなのかわかんないですけど、やっぱりそれ楽しかったですね、うん、いやもうだってレンがもう嫉妬してるもん、うん、安全に。やっぱ俺ら褒めるじゃない、亮太郎のことをさ、うんね、いや本当良くなったねとか自然だねとかなんか言ってたら、レンがすごい顔で見てた。いつも ね。でも大丈夫、レンは最初からいいから褒められない。え、それもそう。全然信用してないぞ、その言葉。一番寂しいやつ。最初からいいから。ちょっと見てもらいましょう。そのシーン見たいな、うん、どうぞ。終わっちゃった、パパになったりもない。終わった。先生、バカ違う、バカだから。先生、あ、なるほどね。そう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 、続きで、まあ、その劇中劇みたいなとこ入ってる。そう、もう急に劇中劇始まったわ。裸足なのよ、全員。外だから。お庭だからこれね。あ、そうだよね。カメラワーク素敵だね。いや、すごいよ、ほんといい体してるよ、スケ君。マットにしろ。先生、バイタルが下がっている。死んでんぞ。この服の位置も結構危ういよね。いやー、これも絶妙なパンツ芸だね。もう技術だよな。これ難しいんですよ。そうだよな。出てくるぞ。出てきます。やだわ、なんかかけてさっき。やだわ。赤ちゃんがなんで揺れてんの。伝説の名シーンが生まれた。余韻。控えめなのよ。控えめなのよ。感動シーンだからね。一人だけ芝居のテイスト違うんだよな。海外ドラマなんだよ、なんか。あとはパパと呼ぶだけだ。あ、
なことしてたんですか。パパ、言ってごらん。いや今見ても面白いな。本当面白いです、ね。ほら、おいで、おいで、いちか、おいで、こっちだよ。和田正成がこのシーン大好きだった。楽しんでるからね、俺らがね。すごいぞ、いちか。わしもう一回パパだ。いや、しもこっちだ。非公衆だよ。そう。本当にやらないで、素晴らしい。素敵だわ。いや、これもさ、途中から何なのこの。ツッコミが怖かったから。よし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 。よく見てる。話せよ。マジでおもろい。うまいな。もうすごい。面白いな。ひれ流れ出るんだって送ったね。いっぱい食べてる人に情報量が多いやん。まだ呼んでなかったのかよ。いちこパパって呼びなさい。絶対にいや。もうこれも意味わかんないし、もうほんとどこいつ。ゴルゴンゾーラ黙ってなさい。2人目生まれてた。とにかくいちこパパはね、あんな男との結婚絶対許さないからね。もう寮の芝居よな。もはや大丈夫だ、ここはトッチーに任せよう。なんなのあいつ、マジですか。いや、もうあれタイミングいいね。マジでスカン。いや、座り方キモ。ここで終わり。いやいやいや、いや、これ面白いじゃん。面白いな。おもろ。いや、もう名シーンだよ。すごいね、自分たちでやった芝居でこんな笑えるって。すごくない。幸せだよね。いやねんって感じだよ。すごいよ。恥ずかしいわね、ちょっとね。なんかね。いやでもこれはだから大阪公演が平面の舞台で、そうだね、東京公演で丸くなったから、あれ稽古ほぼしてないもんね。してないね。確かに場当たりでここ使ってみたいになって、前出ようってなってね。すごい、すごい。確かに変だよ、座り方。あれはなんで生まれたの。あれなんで生まれたの。稽古中ではなかったよね。稽古中やってなんか、なんかアンフィでなんか僕大きくなんか見せた方が面白いんじゃないかなって。なるほどね。女っぽさを大きく出した。そしたら大男みたいな。めちゃくちゃ股開いてたかも。大男の女。学生さんって生まれた。大男の女で多分生まれたやつなんですけど。いや、あれおもろかったな。面白い。なんか初めてやった時かな、梅ちゃんがね、ちょ、足見て。最初はここに言ってた。で、小野さんに一応確認して、あれ座り方キモいんですけど言っていいですかって言ったら、もうそれは言おうってなって。そう、いや、おもろかったわ。で、問題児ばっかりですよ、今回は。一部の隙もないね。一部の隙もない。だから、なんかユウスケが相当まともに見える。見えるね。なんかウォーキングデッドの俳優みたいに見える。一人だけ。まともかな？この世界観。今ハマってるからね。そうよ。タンクトップ着て。今ハマってるから。実際さ、ユウスケが崩れたらこの舞台終わりよ。いや、もう終わりよ。本当よ。マジで、ほんと。水回しながら。どうなの、やっぱ自覚はあるの。あ、でも、これ喜劇の時かな、うん、俺だけはちゃんとやってって言われたの、小野さんに。言われてましたね。そう、あんまり素で笑ったりとか、あんまりやんないで、ちょっと絡松としてちゃんとしっかり。確かにね、絡松で素笑いはね、そう。よくないね。いや、かわいそうだよな、それもそれで。でもそれでも楽しいよ。楽しい、楽しい。みんなが素のリアクションとかを取ってくれるから、新鮮にはやれるから。でも好き放題やってるわけじゃない。レンもさ、テイストは違うけど、好き放題やってるわけじゃない。緻密だよな、緻密な。あのパンツ芸とか超緻密。あれは緻密よ、あれは緻密。俺もめっちゃ緻密よ、やっぱ。食べて成長するとか、もうやってること超緻密だから。あのね、だからアンフィーのね、8割伝わんないですよ。俺感情一個もあれだからね、ブレてないから。一本理由があるそうね。一本通ったし、しっかりイチコとして生きたわけだから。そう。大事にセントすることは分かんのよ。いや、そうだね。分かるんだよ。伝わらんのよ、あんまり。いや、でもよく回収してたよね、そのキタムもね、瞬発力が。分かってくれるよね、全員。まあまあ、ここはね、割
割とね、うん、何なんだろうね、なんか重ねるごとになんか人がミスったものもなんか面白く料理でき、自分でもこのテイストのポケ何やってんだろうって思うときツッコミで正解見えるときあるもん。こうやってたんだ。教えてもらう。教えてもらうときある。びっくりする。あるよね。いやもうこれめちゃくちゃ面白い。俺これ一番好きかもしれない。いや俺も結構面白いですよね。好きだったよ。本当はこの後亮太郎がいい芝居する。いい芝居するんだ。ちゃんといい芝居するんだよね。ちゃんといい芝居するからね。真剣にやるから面白いんだよね。やっぱり笑いって。ちゃんとあの。DVD で見てもらう、ね、見てもらいながらね、はい、見てもらう。以上で舞台おそ松さんオンステージシックスメンズショータイム3発売記念トークは終了となります、はい、今年はねあの喜劇も控えておりますから、うん、またね、はい、皆様の前でやれることを祈りつつ楽しみにしております、うん、詳細情報など楽しみにしていてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。みんなバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。声がじゃあ、はい、OK です。いや、早い早い違う違う違う、バイバイだろ、まだバイバイこれもパッケージ。